こんにちは、平山茂です。今日は7月6日火曜日でございます。現在時刻は6時45分でございます。夕方です。仕事本日も終わりました。皆様本日もお疲れ様でございました。お疲れ様です。さあ今日はですね、ちょっと新しいことにチャレンジしようということで、お子様向けにちょっと紙芝居を作りたいなと思っております。オリジナルで創作の紙芝居を作りましてですね、まあお子様用であったり、まあ大人用に作るのもありかなと思っております。まあ基本的に僕は脚本といいますか、そういう物語を書くというのは得意ではないので、そういうね物語を書いたりすることができる方にね、ちょっとご依頼いたしました。本屋さんに行ったらですね、こういう紙芝居と図書という、ね、これ無料で配布してる、まあ、雑誌ぐらい結構分厚いこういうものが置いてありました。でいただいてきました。いろんな作品が説明してある雑誌なんですけれども、ちょっとこれを見ながらですね、勉強してですね、ちょっとオリジナルの、まあどこにもないね、かぶることのない、ちょっと思った以上に作品が多くてびっくりしてるんですけど、まあオリジナルで作りたいなと思っております。あとこういったですね、この額ですね、こういうのもちょっといろいろ調べながら、まあ買うのか、自分で作れるなら作ってみたりとかですね、こういう形でなんかみんなの前でやってみたいな、しげるおじさん。ということでね、ちょっとね、今こういうことを考えてますので、ちょっとね、紙芝居プロジェクトがちょっと始動しますから、小さいお子さんがいらっしゃるお母さんとかの方がね、もうよっぽど詳しいと思うんですけど、まあ、こういう紙芝居ってないよねとかね、そういうのなんかいいアイデアがあればですね、何かコメントに書いていただけたら嬉しいです。基本紙芝居をですね、まあもちろん動画で撮る形と、まあ実際に公演とかでですね、やろうかなと思ってるんですけど、まあまずはね、ちょっと作品を、まあ半年から1年かけてですね、作りまして、それから、まあ YouTube にも作品としてアップしつつ、実際に、なんか公演とか、要望があればね、その施設にも行きたいなと思っております。平山茂は紙芝居をやりに全国どこまでも行きますよというような感じでやっていこうかなと思っております。で、まあ、作品自体ね、その完成した作品がすごい好評だったりするのであれば、まあ、販売とかすることもあるかもしれません。ちょっとまだね、なんともまだ何にも進んでないです。ただこういうことしませんかっていうところの話なんで、打ち合わせの様子だったりですね、そういうのをまたちょこちょこ動画でアップしていきますので、引き続き、この紙芝居プロジェクトお楽しみにということで、さあ火曜日です。終わりました。まだまだ練習始まったばかりですけれども、大丈夫ですから、大丈夫、大丈夫ですよ。また明日もね、天気よく分かりませんけれども、まあこういう時に限って地震が来たりもしますので、十分に注意してですね、毎日毎日過ごしていきましょう。いつ何が起きるか分かりません。本当に明日も元気に、元気いっぱいに一日過ごしていきましょう。楽しく楽しくいきましょう。ということで、また明日お会いしましょう。平山茂でした。それではおやすみなさい。